2022年6月30日のロシア軍のズミイヌイ島からの撤退を受ける以前、ウクライナ側やメディアの一部からは黒海に展開していたロシア海軍の艦艇で爆発が発生したと報じられていたね。ウクライナ軍による地対艦ミサイルでの攻撃による戦果だったらしいな。ウクライナの戦果は大々的に報道されているよね。世界はウクライナ寄りだし、ウクライナの戦果を祝福する声も多いだろうね。さて今回は、ロシア海軍のアドミラル・マカロフがウクライナの攻撃で炎上したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。5月6日に炎上に見舞われたのはロシア海軍のアドミラル・グリゴロビチ級フリゲート艦の、3番艦アドミラル・マカロフだと報じられていて、同国海軍の黒海艦隊に所属する2017年就役の最新鋭の艦艇の話だったよ。アドミラル・グリゴロビチ級フリゲート艦の所言について教えて。アドミラル・グリゴロビチ級フリゲート艦の所言について説明すると、まず基準排水量3620トンで、満載排水量4035トン、全長は 124.8 メートルで全幅 15.2 メートルとなっているよ。2016年には3隻収益、さらに3隻が建造中でそのうちの2隻はインドへの売却が決定している艦艇なんだって。しかし、このアドミラル・マカロフの炎上報道をウクライナ政府自体は認めていないが、ロシア側が意図的に誤報巨報を企て、ウクライナ側が今まで発信した情報の信憑性を毀損しようとする情報戦の可能性も見え隠れしているようだぜ。2022年2月24日から開始されたウクライナ侵攻において、これまでもロシア海軍の大型の水上戦闘艦艇にウクライナ側が、地対艦ミサイル攻撃などによる大きな戦果として2件が大々的に報じられているみたい。1件目に関しては開始からちょうど1ヶ月後の3月24日にタピール級戦車揚陸艦のサラトフに対するものであり、ウクライナ南東部のベルジェンスク港に停泊中だった同艦への攻撃が成功し、その場で大破沈没したことが公表されているよ。タピール級戦車揚陸艦に関しては、満載排水量最大4700トン、全長最大 113.1 メートル、全幅最大 15.6 メートルとなっているんだけど、1960年代から1970年代中盤にかけて建造された古い艦艇であり、防空能力は低かったと見られているね。実は、この攻撃で同様にベルジェンスク港に停泊中だったロプーチャ級揚陸艦のセイザリ・クニコフと、ノボチェルカスクにも損害を与えたとウクライナ側は発表しているんだが、これら2つの艦艇は沈没を免れているぜ。この当時のロシア海軍は、ベルジェンスク港内においてウクライナ側の攻撃にさらされるとは想定していなかったみたい。我が物顔で兵員や物資の揚陸を行っている最中に攻撃を受けているし、なんともお粗末な話だよね。この時の攻撃手段が何を使用したかはウクライナ側も言及しておらず、地対艦ミサイルなのか、それともサラトフに仕掛けられた破壊工作なのかも含め判然としておらず、結果だけが報じられており少々疑問が残っているぜ。そして2件目に関してはスラバ級ミサイル巡洋艦1番艦のモスクワであり、4月13日にウクライナ軍の国産地対艦ミサイルネプチューン2発を被弾した後火災が発生し、積載された弾薬が誘爆を起こし、最終的に沈没に至ったんだ。この時のモスクワへのミサイル攻撃は、ウクライナ南部の港湾都市オデーサ近郊から行われており、高度で多層的な防御能力を有すると考えられていたロシア黒海艦隊の機関であったため注目を集めていたよ。スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワは、基準排水量9300トン、満載排水量1万1300トン、全長186メートル、全幅 20.8 メートルの艦隊であり、1976年から1984年までの旧ソ連時代に全4隻が寄港され、最終の4番艦のみウクライナも実は保有しているような形になっているんだ。この経緯は1991年に起こった旧ソ連の崩壊したことにより、当時建造途中だった4番艦コムソモーレツはそのままウクライナへと移譲され、その国名を艦名とするウクライナと名称変更されたんだけど、未完成のまま自国のドックに眠ってるみたい。この巡洋艦ウクライナは2007年の時点で完成度 95% ほどの状態に達したと言われていたんだけど、ウクライナ自体の深刻な財政状況から完成には至らず、他国への売却が検討され当時中国が有力な候補として浮上していたんだって。しかし、中国へのウクライナ売却に関してアメリカが難色を示し、ウクライナ側への経済支援や NATO 加盟を推進することを条件に断念させたため、ついには本家のロシアへの再譲渡が取り沙汰される運びとなったようだな。結局この案も2005年5月に当時のロシア国防省の高官シュレモフ少将がウクライナは、1980年代の旧式艦艇であることに価値を見出さず、これを明確に拒否して白紙となり、以後はやむなくロシアと共同で同艦を完成させ第三国への輸出を目指していたんだ。
その後も巡洋艦ウクライナは再び売却先として中国、インド、ブラジル等の国名が挙げられたものの実現には至らず、ウクライナロシア両国ともすでに大型の水上戦闘艦を自国で保持することに関して利点よりも欠点が多いことを認めていたんだって。今もなお続くウクライナ戦争中にモスクワを焼失したとはいえ、ロシア海軍でもこの老朽艦を近代的な海戦を担いうる戦力としてカウントしていなかったことは明白であり、単なる象徴として置かれていただけだったのかもしれないな。日本の一部のメディアでモスクワの沈没をかつての太平洋戦争中の戦艦ヤマトに例えられていたけど、海軍の象徴という点では共通しているものの、航空機優勢の戦況で他に人がなく海上特攻にやむなく赴いた同艦と一緒にしてもらいたくないよね。確かにヤマトは日本の旧国名を示すもので、モスクワは国名ではないがロシアの人名を冠した艦艇であり、海軍の象徴となるような名称を授けられた艦艇が敵の攻撃によって失われることは士気の低下につながっているだろうな。第二次世界大戦時の戦闘においては、現代と異なり陸海空ともに究極の消耗戦であったこともあり、ことに海軍の大型艦艇や母艦と呼ばれるものの喪失が自国民に与える精神的な衝撃を勘案して、当初授与された艦名が変更された例もあったくらいなんだって。その代表例となるのが第一次世界大戦の敗戦によって、当時は今ある共和国1919年から1933年となっていたドイツのドイッチュラント旧装甲巡洋艦の一番艦ドイッチュラントであり、まさにドイツの国名を冠された艦艇で他国からはポケット戦艦とも呼ばれていたんだ。このドイッチュラントは1933年に収益を果たしており、ドイツを掌握したヒトラーが第二次世界大戦を始めると、仮に同艦が失われた場合には深刻な国民の士気の低下を懸念し輸出と改められているよ。ちなみにドイッチュラント旧装甲巡洋艦が他国からポケット戦艦の愛称で呼ばれていたのは、第一次世界大戦敗北後のドイツがベルサイユ条約によって、大型の水上戦闘艦の建造を厳しく制限されていたことに理由があったらしいぜ。ベルサイユ条約の条文を読むとドイツが建造可能な水上戦闘艦は基準排水量1万トン以下、四方の口径も最大28センチメートルまでとする制限が課されていたため、これに準じる形で排水量に比して大型の四方を搭載したことからポケット戦艦という名前に通じているみたいだね。実際のドイッチュラントは基準排水量1万1700トンとなっており、ベルサイユ条約で課された制限を超過していたため、交渉上は1万トン以下と詐称し、それでも他国の水上戦闘艦ほどの火力を持っていなかったんだ。聞いた話によると、だからこそ主に通商破壊、いわゆる海賊のようなことに従事していたんでしょ？そうみたいだね。1945年5月にポーランド北西部にあるシフィノーイシチェで、英空軍航空機による空爆を受けた輸送はその場に着艇し破棄されたわけなんだけど、翌年に旧ソ連海軍が自国の標的艦にするため接収し、1947年7月にバルト海の演習で沈められ、その地で軍艦としての幕を閉じたみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の都市伝説の時間だよ。待ってました。今日の都市伝説は、赤い部屋についてだよ。赤い部屋って何？赤い部屋は、1990年代末から2000年代初頭に開設されたと見られているフラッシュサイトのことなんだ。それがどんな都市伝説なの？この赤い部屋はいろいろな噂があり、その話をしていくよ。とある日に B さんは友人にインターネットを利用中に消すと死んでしまうポップアップ広告の話を聞いたんだけど、そんなの嘘だろうと半信半疑でその広告を探していたんだ。だけど、なかなか出現せずに、諦めてネットサーフィンを楽しんでたんだけど、忘れかけていたその時にその噂の広告が出てきたんだ。それって、内容はどんなのなの？内容はあなたは、好きですか？と合成音声による機械的な声の広告なんだ。それを見て噂を教えた友人に電話をするが友人は電話に出ず、その広告を消してみてもまた出現し、それを何度も繰り返すうちに何もしていないのにクリックされ、広告に書かれた文字の中央が割れ、別の文字が出現し、あなたは赤い部屋が好きですか？とあった直後、自動的にページを移動し、多数の人物名が書かれていたんだ。そこにはなんと友人の名前も書いてあり、怖くなってその場を離れようとするが、体が動かず背後に気配を感じ、何者かに襲われたんだ。そして次の日に、その二人が自殺したニュースが流れたんだ。その二人は、部屋中血まみれで、首が切られた状態だったと報道されたらしいんだ。そして多数の人物名が書かれたページに新たに氏名が加わったところで幕を閉じたんだ。ちょっと待って、怖すぎでしょ。俺も鳥肌が止まらねえよ。
そのサイトは今はどうなったの？今はサービスが終了し、通常の方法では閲覧できないようになっているよ。みんなは絶対検索しないでね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。